大坪砂をほくろ九段上と怒鳴った中年の車掌は口癖になっていた靖国神社前は飲み込んだがそのままでは調子が物足らなく「九段坂上市ヶ谷方面の方は乗り換えですよ」。 元日日の今日これが例年なら車内の大半が降りるところを終戦後初めて迎えた正月というに人気はすっかり離散して参拝どころかようやく押し合いかき分けて56人いくらか見揺るぎのついた女はここで離れてはまた乗り込む客並みに押し流されるだろうと自然と触れていた手の位置もそのままにさらに男の胸元に寄り添えば。 今までの様子に安心したらしい男の手が同時にこちらの手も強く絡み合って指がきしんだここまで書いて筆を置くと火鉢の墨をほじって刻みを着せるにつめては何服も吸ってみたが巻きたばこになれた彼には口が苦くなるばかりで一向に満足できない一つの材料は その作家にとって結局一つの衣装よりないと力みながら熱海のあの夜以来家にこもって頭の中では十分にこね上げたつもりのこの「ほくろ」と題する探偵小説もいざ描写となると空想していた頃あんなにもはつらつと芝居した登場人物が申し合わせたようにはにかんでぎこちなくこれが素人の浅ましさかと情けなく。 女など256と小娘でもないくせにいきなり裸にでもされやしないかと恐れをなしているようだ世にエロ作家と一概に言うもののその人たちはどんな鍛錬でどんな特徴を身につけたのだろうと彼は真面目になって冷えた指先を豆あんかの毛布の中に入れながら考えた実際それを文章に綴るとなれば 一イ一ゴがよほど訓練され統制されていない限り原稿紙に乗るものではあるまい今時は少しエロも入れなくては書いもと付け焼き場で思案した誤りを痛感してしまった上野広小路まで行く予定だった女は終点の須田町で電車を降りるとどう男と別れのきっかけを作る思案も浮かばない気分を持ち寄って 社内からそうしてきたように左手でショールを口に当てた格好も崩せず男と並んだままの数秒が長かった「得意な性格とか鋭い心理とかまた女の大衆なぞ」とそんな十面を作らず人物も事件も単細風に軽く画面を展開させて推理という一つの透明な思考態度で。 夏なら菩提樹下の暗挙に冬ならば路辺に音なく降る雪を眺める静けさに澄み切りたいとさて筆を取ってみればこれこそ文学の光栄な理想だとはた気づいて冷めた茶をすすり襟まきを締め直す寒さにわびしくなる女のワクワクした気持ち一つにしてからがただもうワクワクして と書く以外にどんな巧妙な表現方法があるのだろう彼は自分が犯罪科学者だから探偵小説を書くのだと無反省に決めてかかったことの愚かを自重した現に「女とこの物語は嘘偽りないたった一度の体験を記そう」と「哀れおぞましや体験には実感がある」 実感だから上手に描けると苔の論法に安心していたのだ体験を実感することが既に尋常でなく実感をさながらに表現のできるのが天才だとは夢にも気づいていなかったとは「浅草へ行って笑顔見よう」と男は取ってつけたように言うと見向きもしないでレールを横切り 走前の乗り換えの行列に着いたやっと一緒に乗れた電車が動きだしてまた肩がすれ合うと女は何か平気で口が利けそうな気がしてきたので行ってみた「浅草に映画館あるかしらみんな燃えちまったんじゃないんですの?」「そうかしら?と」と男は明らかに狼狽しながら。 じゃあ上野だっていいあそこなら確かに残ったる」と言い直したのがおかしかった「偶然同社した男女がその場で緊密な情を感じ合うこのことは実社会には想像以上に多いのではないかしら」と彼はまた手を止め社会値がその多くを未熟に散らしてしまうだろうけれど と考えてみた性愛の秘密は「虫がすく」という続言がその端的を示しているように多くは初見のにあるのではなかかろうかある根気のよいオランダ人の報告の中で「本能の神秘の代言者昆虫はその短い生涯にもかかわらず配偶者を選ぶのに非常な潔癖を示すのがむしろ定型である」。 と主張していたのを記憶しているではその選択の根拠は何であろうかしかし人類の文化は理解が愛情の基礎であることを希望しその理解には一定の時間を前提すると彼らの学習態度から信じているこれを社会の向上とも人口とも解釈は仁王に成り立つだろう 映画館は寒中でも群れる青春に混乱していて誰も中年の男の腕にすがって立ち見している女になぞ注意もしないし女も慣れると暗闇の中で首をすぼめながら男を見上げてそっと笑って見せたりした外に出た時入り口の電気時計はまだ2時を回ったばかりなのを怪しいと見た男の腕時計は4時を示していた 元日の闇市は一層栄えていてことに裏通りの吉津張りの飲食街の雑踏には2人も気兼ねなくちょうど松坂屋裏の焼け跡で新証券とのれんを張った店はビフ的、微不かつ各10円と他より倍高かっただけにソースも上物が使ってあった男は立って勘定を払うついでに この先どうしたものかと分別を模索しながらともかく先立つものはと髪入れの中を外散したそれをちらっと目にした女は急に胸がドキドキと自分を闇の女扱いする男の落ち着いた様子が悔しくなってきた男は街灯の襟を立て空を見上げて「足の先が冷たい」「どこかで温めなくちゃ」 私もう汽車に間に合わないわ2時のに遅れたら乗り換えやなんかで真っ暗な田舎道なんか怖くて歩けたもんじゃないわそりゃあ気の毒したな僕も疎開組だが今日はひどく疲れたどこかいい宿やないかな知ってるところあったら紹介しないか そうね。私も初めてだけど、何かの用で遅れたら、ネギの鈴木って家に行けって教わってるのよ。寒い風に向かって歩くせいで、二人は口数も少なく、上野駅から北へ進んだ。ここまで読み返してどう思い返してみても、この通り。 自分から誘ったでもなく女から導かれたでもなくスラスラ運んでいったのにその間の消息が一向にかけてない女が自分を見て笑った表情にしても右の剣士の金をのぞかして下町育ちのハスッパな中にもどこか野暮な真面目さでこんな空想な言葉を並べても仕方がないと抹消してこの男の正体はずっと先に行って 伯爵や軍人と知恵比べを始めるまでお預けなんだからかえってもうろうとしている方が「えー、もう書いていくうちにどうにかなら」と唇をかんでそのまま先を続けることにしたその旅館鈴木は一度訪ねただけで簡単に分かった。 紹介事務所の横を入った裏通りの左角で以前は住宅だったらしい門構えは気恥ずかしいぐらい立派なものだった「さっきごちそうになったからここの宿題は私に持たしてもらうわよ」と横目に男が意外だという顔つきを見ると小気味よくなって女は急いそいそと弾む足取りで玄関に行った「翌朝」 と言っても十時過ぎに二人はまたこの玄関を出て焦線のうぐいす谷に向かって歩いた戦争後初めて平和を味わって今別離の道をおかしな話だが互いに名も知らず再びどうあいようもないのは知れきっているそうすべきだったと彼はまたキセルを取り上げ 立ち消えかかっている墨を直して消し炭を入れふうふう吹いて火を赤くした原稿紙にかかった墨を払いながらそうすべき偶然の燃焼だったと考えるそうすることで少しも悪い後味を残さないだけの必要かつ十分な状態ではなかったか彼がしばしば憧れる昆虫の正義から言ってもそれは 花粉の香りほどの郷愁に終始したであろうに彼は女が払った百円札におい目を感じていたのだ男は立教にかかると立ち止まって軽く「今度はどうするまた会ってくれる?と」と女はこびた。 男にはそれが妙に甘く感じられてとっさに次の日をずっと先にしようと思いついた元日にあったんだから今度も2月1日にこの橋の上で5時にええー、いいわじゃあさようなら女は切符を買うと長い構内を通って見えなくなるまで 一度も振り返らなかった「さて」と男は後から商船に乗る気にもなれず立ったままの方角をまっすぐ公園の中へ冬桜の木肌を眺めながら寛永寺の土塀を回っているうち気を変えるため博物館に寄って行こうと鉄門の前まで来てそこに「7日まで休館」と掲示されていたのには今さら自分の有無を笑った。 彼は終戦後やむを得ない失職から何とも言い返す相手のない不満を時折身内に噛みながらも滑稽な世の中になっていっそ気楽と何一つ積極的にする気になれなかった。思えば戦争の山が見えかけてきた頃召集という事実に行き当たらねばならず。 これを免れる唯一の方法として裁判科学の講座を捨てて憲兵隊に勤務した彼は将校の待遇こそを受けたが仕事は文書検閲科の一試験室で下院が選定してくる秘技文書を相手に顕微鏡を除き試験管を振るだけの連続だったしかるにこの徴兵機秘者は戦後には戦犯者のように噂されて もう学校は彼を招こうとしない彼も行く気がない老木夫婦に家事を託してゆっくり家財の目録を作り上げると一人つぶやいたこれから必要な友達は闇屋だけさこの目録を金に変えてくれる闇屋とその金で食料を運んでくれる闇屋と それが生命線さところがさぞかし伸び伸びできるだろうと妙な気取りで持参していた予想はすっかり狂って何をしてきたのかも思い出せない雑用のうちに年も暮れその余波のままに正月も漂い去った翌日彼は女のいない陸橋をとぼとぼ歩く自分の姿を考えながら家を出た。 見回すまでもなく、女は小さい包みを抱えて橋の上にいた。男を見ても別に挨拶するでもなく近づくと、欄干を離れて並びながら。お弁当を作ってきたわ。それにドーナツ、本物のお砂糖がかかってるのよ。あんた、甘党だったわね。男は、 今日のために何一つ準備してこない自分を顧みて無然としたかくて次々と一日ごとの合いびきに花にむせ雨にぬれ月に枕して語り合う夜もいつか漁の手に満ち足りてとうとう数える頃男の心はようやく重くなってきたこれまでをプロローグとしていよいよ本編にかかるのだが 事件をどう運ぼうかと、彼は紙の上の人物の動きを表にして工夫を凝らすほど、最後の決定がつかなくなってしまった。役の意図では、登場人物がそれぞれの性格、環境によって、運命を立体的に交錯させる必然さに新しみを持たせ、従来の小説がエピローグを探偵の口から解説させるだけの平凡さから救おうと、いわば、 平面幾何学の知識で立体を解析する手法を応用して結果に建築物のような安定感を与えたいと計画しているそれがどうも思い当たって筆が立たない形になっていっそデテールは後回しに主要な場面だけスケッチしてみようと思いついた探偵が家政婦に案内されて通った書斎の長い子の上で 伯爵はうたた寝をしていたが気がつくと洒落た手つきであくびを消しながら絶対に極秘を要する仕事だが秘密厳守これが20年間信用を博してまいりました私のモットーですと私立探偵は常に繰り返した言葉で答えたうん正式に契約を結ぼう と伯爵が満足そうにうなずいたのはこの言葉にではなく彼の社交知識は一目にして相手の規模の小さい点を見抜いたからだった彼の求めているのは獲物を主人に渡して一片の肉に尾を振る猟犬にすぎないそれ以上では危険なのだ探偵が依頼されたのは 目下当局から先般者として行方を捜査されている某軍人の所在を突き止める件だった写真履歴書筆跡と参考品を提供して容量のいい証明を終えた伯爵は自分の意見を付け加えて「これが先月変名で家族によこしたハガキだが消し印が神田になっているところから見ても都内にいるに違いない」 またそれが一番安全だろうそこで各新聞社に数回にわたって広告を出してみた「はと Q は入りよう。緑が丘十字道」とねこの意味はやがて説明するが彼の目にとどまれば必ず通信があるはずなんだそれが何の合図もない不思議だよ 君はどう判断する東京にいて新聞を読まない生活そんな場合はちょっと想像がつかんのだがただでさえ気になって新聞は見たいだろうからね彼の不安では伯爵は政界の黒幕だった貴族院議員をモデルにしてタレイラン風な陰謀壁のある全盛期的人物に軍人は 憲兵隊に勤めていた頃の課長を移して風車型の冷酷な独善的人物に私立探偵には彼の家に出入りする刑事上がりの闇夜をそのまま使うことに決めていたこの小規模な闇夜は実直な男で来るたびに世の中が悪くなったと憤慨する正義派だったドラがボーンボーンとなるのを待ちかねて あっちの辻こっちの物陰から駆け出してくるのはいずれも素足に裸けた胸の乳までのぞかせ斜めに背負った赤ん坊の鳴き声にほつれた髪は色艶も抜け果てた女将さんたち子どもの手を引いたのまで、たちまち二丁にうねる行列となって目を光らしたのは残飯のにおいとあおよくば肉にこびりついた缶詰にありつこうとの下心だった。 今日から冬としぐれ模様の空っ風もいとわぬ景色だった振る舞いにはさすがの探偵も目を逸して朝からの捜査もむなしくここ横浜の港に近い舗装道路をとぼとぼ歩いていた着実な実際家の探偵は軍人の旧部下の中から目ぼしいのを選んでは尋ね回りいずれ腹心ならば実は吐かないまでも一応の連絡は取ってくれるだろうと 会えたら渡してくださいと例の新聞広告を配って歩いてひ月近く何の反応も出てこなかった今日も横浜まで伸ばしてみれば元大尉殿は花屋の主人と収まって店中横文字ばかり張り立てたありさに出てきた途端にボーンとドラの響き「物もらいの行列」 あははとあざ笑う声に見上げたビルディングの窓から湯気と一緒に首を突き出して行列を眺めているのだが紛れもない黄色い同胞、日本人の顔だった頭に乗せた純白の帽子でこれは住み込みのコックとわかるああ<お>と探偵の胸を打ったのはあの伯爵の言葉だった 東京で新聞を読まない生活そうだあの軍人たち語学はえらく達者なはずだったぞ外人クラブに住み込んで英字新聞ばかり読んでいるんじゃないかしら目が覚めたように突っ立っていた探偵は今度は1分間でも取り戻したい意気込みで駅に駆け込み人をかき分けていくその姿をちらっと眺めて 慌てて売店の陰に隠れた女があった悪いところでも見つけられたように首を縮めて後ろから肩をたたかれて振り向くと男が「どうした赤ん坊のような格好でこんなところでも知っている人に会うものね昔の何かかいあまり罪は作らんことだふふ <laughs> 早く磯子とかへ行きましょうよ会うごとに場所を変えて11回目は東京を離れてみようと人のうわさだけで来てみた磯子の温泉とは名ばかり湯殿は狭く湯もぬるかったが部屋は浜気分でベッドの仕掛けになっているのが女の気に入ったらしく男の脱ぎ捨てた洋服をタンスにかけながら「この服 初めて会った時のことを思い出すわ。冬服は一長羅だもの。リ理祭組というわがさ。冬服は一長羅だもの。リ理祭組というわがさ。私だって3月9日に胃の一番よ。だってそれにしちゃあ、会うたんびに綺麗な着物に変えてくるじゃないか。ふふ <laughs> 着替えの2、3枚は持ってるわよ。 僕とは身分がちがうなそれにいつもいつも君の世話にばかりなってるいいわよ月に一度っきりのことですもの女はベッドのはずみを楽しそうにためしてから浮かぬ顔色で考え込んでいる男の手を取ったその絹ぬを日の差し込むロビーに椅子をならべてその絹ぬを日の差し込むロビーに椅子をならべて 女はレース飾りの手げからネクタイを1本「きっと似合うわよ」と男の首に不慣れな手つきで結びながら「あんた北海道のお話どうしたまだそのままさ行くにしたって年末だね北海道ってそんなに景気がいいの現場稼ぎだよ。 そうでもしなきゃ君にお礼もできやしない。でも、一年も会わなかったら、とうに忘れられちゃってるだろうな。この次は、まだ会えるわね。そりゃ大丈夫だ。だったら、この次少しゆっくりできない色々いろいろ聞いてもらいたい話もあるのよ。いいね。 二三日熱海へ行こうや今度は僕が持つよ年末賞与を前借りすればいいんだそう決めたよ男はこの時はっきりとその旅行を最後に女と別れる心が決まった彼の独りよがりの昆虫精神は一年の間に元の人間と堕落して上智に奉能し始めては やがては相手を妻と呼び男は気難しい日々を女は泣くいけない別れなければならない精神が堕落して後の合いびきに何の意義があるだろうとそれとなく北海道へ出稼ぎの作りごとに女の気をうかがってみるとは女の結んでくれたネクタイに喉が苦しい そののネクタイの高雅さは意外だった。緑の地色に黄色い十字がすりが一面に織り出されているウィーン製のウール女の印象や趣味とはあまりにもかけ離れていたどうしてこんなものを彼はその日の帰り道にふと不吉な予感に襲われてしぐれる空を仰ぎ見た。 スチームで温められた G クラブの奥まった一室で軍人は英文のカード整理を機械的に行っていた離した髭を剃り落としたのにかえって元より老けて見える誰か入ってきたのにも顔を上げずそばに立たれて見上げると日本人だったぎょっとして誰か君はここは日本人の入るところではない えりたまえ私はお手紙をことずかってまいりましたので誰かねあなた様へでございます人違いだろう手紙の封はしてございませんのでちょっとご覧になっていただくとお分かりだと存じます軍人が宛名の書いていない封筒から引き出した白紙の真ん中には 新聞の切り抜きが小さく一つ貼ってあった彼は青白く変わっていく唇の隅から「歯と球は入りよう緑が丘十字道」一体これは何の意味か伯爵は「あなたにお目にかかってご相談したい」と言っておられますもちろんあなたに有利なご相談だそうで お分かりでしょうか君の要求を言ってみたまえ私は存じません伯爵は京都のご家族のもとへ行ってられるので電報を打って返事をいただきました今夜遅くお帰りのはずです明朝未明にあなた様をお連れするようにとのことです6時にこの歩道の反対側で自動車を用意しておきます どうぞお間違いなくそれから念のために申し上げますが今からのち外出なさいませんように彼は火箸を取って罪を直し灰を鳴らしながら軍人の性格としてこう決めつけられたらどうするだろうと支援した軍人は自身がしてきた経験から伯爵の意図を曲解して 弱みにつけ込んで全てを要求するに相違ないと判断するだろうそこで暗号の成果注文書を作って横浜の花屋に指令することにしてみたら面白くあるまいかその結果花屋は花屋自身の判断で行動を起こし指令書は回り回って犯罪科学者の男の手で研究されそれが終局において 軍人の作為が自身を破滅させる運命に導くとこんな風にしてみようかしらだとするとこの場合は陰影のある一人舞台の雰囲気を作らないとまずいし後の花屋の場と調子を合わせる都合からもその時一緒に描く方が筋に狂いが出ないだろうと考えられた翌朝の伯爵亭の場へ移ることにして。 伯爵は探偵に家政婦の行動を見張るように言いつけると軍人を連れて書斎にこもった探偵はつまらない口実をつけてさんざん苦労してきた自分が除外されたのに大いに憤慨して「それならこっちにも術がある」と裏に回って書棚の陰に携帯用の聴音機を垂らして耳に当てると二人の会話が漏れてきた そのドイツから潜水艦で運んできた箱の中身というのは何ですわからない亡命してくることがあった時の用意と想像されるから財宝と推定している所在を知っているものは九段尺一人きり彼の行動から見て伊豆半島の沿岸とこれも推定に過ぎない その Q は飛行機事故で死んだとなると、知っているのは Q の監視を命令されていたハトウ部隊長の一人でしょう。つまり、君だ。ところが、自分はネタを持っておらん。僕は君に完全な戸籍と外科医を提供しようと言ってるんですよ。その整形外科医は君を20歳も若い他人に作ってくれる。 うらやましいようなものではありませんか。利益の分配法は話はわかってきた。2割だけ検持よう。4割を要求する。よし。3割です。ただし、実費は差し引く。キンは、閉めていた緑地に十字のあるネクタイを刺し、これを、 と言い残して死んだそのネクタイは盗まれ盗んだ男は旅館の一室で死んでいた当時その旅館にはある使節団の一行が泊まっていてその団長なる人物はすなわち君だ無駄話は予想や僕は血に限らず赤いものは全て嫌いだから。 誤解のないようにところでネクタイには一向仕掛けがないようだが素人に分かってたまるものが点だ一つの点の中に地図が宿舎されてあるこの点を探し出して顕微鏡写真に撮れる専門家は日本には一人よりないその男を紹介しよう ただし顔面手術が無事に済んでからだ探偵はここまで聞いて場所を離れるとすぐ軍人が一通の紹介状を持って自動車の方に行くのが見えた伯爵も出てきて探偵に家政婦を連れて一緒に書斎へ来たまえ家政婦は用事に出たらしく見当たらないその良しを告げると、 伯爵の顔色はたちまち変わって「バカバカなんというバカ者だ!」だから厳重に監視するよう申し付けたんではないか探すんだ即刻探し出すんだ慌てた探偵が昼まで飛び回っても無駄だったばかりでなく伯爵の寝室から1万円入れてあったカンガルー側のスーツケースまで紛失しているのが分かった。 彼は熱い湯を一杯欲しいと思って時計を見ると真夜中だった。一体こんな時間までおとぎ話を書いているのは寝つかれない夜をごまかしているのではあるまいか。人間の教養を植えられたために感じるもの責任感という不可物から一刻でも逃れていたいと身につかぬ文字などぬたくっていけないいけない戦地になるなと叱りつけて おこうとした筆を握り直して、先を続けた。恐縮しぬいた探偵は気まじめに。私は責任を持ちました女はきっと探し出しますが、どうもまだ事情が飲み込めませんので。一万円なぞど,どうでもいい女を捕まえたら君にやるよ問題は一本のネクタイだこれは、 ある秘密クラブの会員証になっておってそれを締めんと出席できんのだよ盗み聞きされたとは知らぬ伯爵は思いつきの口実を設けシガーに火をつけると「ハはハハ滑稽な話さ」と持ち前の気質に返りながら語り出した事情というのは伯爵はわざと大胆にそのネクタイを寝室の洋服ダンスにかけたまま 家族のいる京都の別邸へ2週間旅行した探偵の電報で昨夜帰ると夜遅くまで夜遅くまで軍人に対する策略を練って寝ようとパジャマに着替えた時ネクタイの紛失を発見して愕然となったこの厳重に閉ざされた部屋に出入りできるのは家政婦のほかにはない 3040本つるした中で1本ぐらい分かるまいと取ったのだろう逃げ出しもせず平気な顔をしているのは秘密を嗅ぎつけたスパイではあるまいと高をくくってみてもことは重大だし気はもめるすぐ家政婦の寝室に行って寝入っている女を起こしたお前にぜひ聞きたいことがあるんだが存じません存じません ねぼけた女は慌てて寝巻きの胸を覆い隠した彼はここで頬杖をつくとねぼけた女は慌てて寝巻きの胸を覆い隠した彼はここで頬杖をつくとあの春の夜のことが目先にちらついてきた女は色が白かった彼がそれを褒めてふざけると 相手もまんざらでない気色で反応を呈しながらあんたも男にしちゃ白い方よその代わりほくろが多いわねそらあごに2つ首に並んで3つもあるでしょ胸にも大きいのが一つ二つ1つ2つと順に下へ数えていたがあらここにもあるわ ここにほくろある人とっても強いんだってそりゃどうもあまり当てにはならんなそうでもないでしょよしそっちはどうだか調べてやろうないわよと女は肌を隠した伯爵は妻子だけに複雑な心理に陥り この女、ただでは白状しないと冷静に判断する一方いっそ手なずける方が早道だという考えが同時に錯乱して女の肩に手を回した女はすくんで身震いすると猛烈に抵抗して「おかえりくださいおかえりください!おりください」間違えては困るね落ち着きなさいネクタイを一本どこへしまったかそれを聞いてるんだよ お帰りくださいと女は繰り返して叫ぶだけ伯爵も手がつけられずに引き上げた相手が相手だけにこの失敗が一層気味悪く転がりながらも女が起き出した物音に床を離れて洗面の場へ行くと「からんから気にするんでないよ。ネクタイよりずっといいものをやるからね」。 と懐獣策を講じているうちに探偵たちが来たのだったざっとこんなわけだがネクタイは売られてる心配はあるまい思うに女には上婦があるねそいつの首にぶら下がってるよ彼は眉をひそめて「上婦か?」と他の言葉を探してみたが第三者の口から言わすにはこれ以外の表現は見つからなかった 彼はまた改めて机の端に置いてあるネクタイを取って眺めた「上婦に貢がした上婦の持ち物としてはそれは依然として甲賀だった」「彼の1年にわたる12回の秘密の恋はついにこの1本に及ばない」「上智の問題は心臓の鼓動に始まり胸より胸に伝わったと思う間に」 一波は一波を呼んで波乱するところ情はいつか理に落ちてここに第三者の浴場まで加えて牽制摩擦して発する熱量は屍と化して放散するまで果てしがない「ザラトゥストラは温熱を要するからだ」と冷笑するのだがこうした事件は探偵の得意の面だった。 白爵邸に腰を据えて、まず女の部屋を捜索した。慌てて逃げた割には持ち物も少なく、それに、派出婦としてこの屋敷に来てから二ヶ月よりならないせいであろうが、やはりむっとするほど女の私生活が取り乱してあった。にもかかわらず、手がかりになりそうなものは手紙一本出てこない。やっとくずかごの中から、頭痛薬、 松本薬局とゴム印を押した紙包みが2つ出てきたのをポケットに入れると端室婦会に行ってみた端室婦に応募してくる女はいずれも家族に自分の配給食料を回すのが目的だから日給10円は安いようでも雇い主の出す食事の料費がいつも問題になりやすい女はその点をあまり気にしないことと口数も少なく外出もしたがらないのを気に入られて伯爵亭の常雇いになったのだった 探偵は7月に入会してからの発出先と保証人の住所を書き留めて帰った上目黒の保証人というのは偽名だったさては計画的だったかと流行る心を押し進めて発出先を丹念に聞いて回り聞き出してきた話をもとに次のように要約してみた1女は発出婦として十分熟練している2 女の話題は地理的には上野駅を中心として下や本郷が主である3女は毎月1日に埼玉へ疎開している母のもとに帰ると称するが土産の食料を持ってきたことはない8月のごときは散布が高熱を発して23日延ばしてほしいとの歌人の願いを避けて開発した探偵はこのことから 女は前にも派出婦であったこと。その端出婦会は上野駅近くであると推定し1日というのは伯爵の勘で当てた上婦に会う日ではあるまいかと想像した下屋警察で名簿を調べさせてもらったが戦後の整理がまだ不完全で頼りなく至る所で聞き合わせ駅中心の円を次第に拡張しながら大小の派出婦会を漏れなく担保するのに無駄な日数が流れてしまった。 ようやく団子坂で目的の家を発見した探偵は自分の方針が誤らなかったことを感謝して会長という体裁ぶった主婦から話を引き出した何かあの発出先で不始末でもしたんでございますのいややめさせていいことしましたよここにいるうちにしたことは隠さず話してくださいええー、別に大したことはございませんけれど 三度お断りなしによそさまのものをあい,いえいえ盗むなんて大それたことではございませんほんのちょっと拝借したようなご注意がありましてそれに確かな保証人も入れてなかったんでよく言い聞かせてやりましたらそれっきり勝手に出て行ってしまったんでございますよ探偵はその最初の被害者という工学博士を訪ねて50近い夫人と23子の娘とから 物慣れた調子で事情を聞いてみた。ええ、娘のタンスから着物と羽織を持ち出したんですの翌日娘が気づいてどうしようと相談してるところに帰ってきましてね様子を見てるとまたそっと元のところにしまうんですよそれはついたちではなかったでしょうかさあいつだったかねえと娘を見た。 そうよ。4月1日だったわ。と娘は横から口を入れて。り災者の宣言が封筒から出せなくなった日ですもの。ただ仮着しただけなんですな。虚栄心の強い女だったのよ。という娘を母親はたしなめて。貧しい生まれだったからちょっとうらやましかっただけのことですよ。 彼は女の生い立ちについてはただ一つのことより知らない。おい、この股の技はどうしたんだいこれ子供の時からあるのよ。嘘つけ。これは詰められた後だぜ。そうよ。私子供の時、五十銭持ってお豆腐を買いにやらされたの。豆腐屋まで行ってみたら、 ざるの中にその五十銭玉がないじゃないの。一時間も途中を探し歩いたって落ちていないのよ。泣いて帰ったら、お母さんにこんなに残るほどつねられたんだわ。考えてみると、私の家、ずいぶん貧乏だったのね。だけどそういう病壁は高じてくるものよ、と。 娘は母に抗弁してあの日持って帰ってきたモールのハンドバッグだって怪しいものだわそりゃ冤罪だ彼は娘が憎らしくなったその手下げは彼が女に与えたものだ女は宿の払いに男が紙入れを出す隙も許さない そこで金に困っている友人から譲り受けたフランス製のモールで飾った手提げを持っていった「こんな心配をしてくれちゃ嫌だわ」「引っ越しの手伝いに行ってもらったんだよ」「そんならいただいておくけどこれ買ったら3四百4 0 0円するわよ」とすぐ持ち物をその中に移している女を眺めながら「買ったらその5倍はするんだろうな」と。 考えてみた他人のことをそんなに言うものではありませんと母親は探偵に気兼ねして「あの子だって優しいところがありましたよ。私が夜になると咳をするものだからごく懇疑な薬局があるから」って咳止め薬を心配して持ってきてくれたではありませんか。その薬局はと探偵は勘に震えて。 松本薬局って言うんではありませんでしたかそうなんでも湯島天神の下だとか探偵は腰を上げ掛け田さんばかり「松本薬局」と探ま回るまでもなく3階建ての薬局はすぐ分かった子作りの利口そうな主人は毎月1日に来て頭痛薬を買う女とくどくも説明しないうちに ああ、その人ならこの先の路地の突き当たりにある髪結いへいつも来るそうですよ探偵はベルトを締め直して路地を曲がったここで彼は2つの筋を考えてみた1つはまさか女がそこにいるとは気づかなかった探偵が髪結いと応接している間に 立ち聞いた女が手早くトランクをまとめると2階の窓からあられもなく屋根伝いに逃げる方法ともう一つはちょうど髪を洗っていた女に気づかず尋ねると「その人なら近所の美容院でパーマネントをかけているから」と偽って探偵がそこへ回った隙に姿をくらませてだが「さして重要でない場面でどちらがあの女に似合うかしら」と思いふけっているのは。 だいぶん疲れてきたのだろう寸前で星に飛ばれた探偵は失望を落胆するほど未経験ではないねぐらを突き止めたからにはこっちのものと自信を持って髪結いの細君を聞きただすことにした女とは離災した3月10日に上野駅で知り合いになったというその後は故郷の埼玉とかから食料をここに運んでいたが 婦になってからも時折来て遊んでいくのだと毎月1日に男に会っていたはずだがねどう指摘されては隠しもならないこの2月から女は1日の昼に来て髪をゆってもらうと台所で料理を作り着物を変えて出かける翌日また着替えて帰るのだから十分察してもいたし冷やかしたりもしたが しきりと隠し立てするので詳しいことは何もわからない。今度来た時は、北海道に行くまでしばらく置いてくれと頼まれたのだと。探偵は閉まったと思った。女が大金を手に入れたことを一番心配していたのだ。男も一緒だのね。きっとそうですわ。男にそそのかされたんでなければ、人のものに手を出すなんて。 ごくお人よしの方だったんですもの。悪い癖をうっされたんですわ。かわいそうに。東壁の電線か。結局北海道に連れてって売り飛ばされるね。けしからんやつだ。けしからん奴かと、彼は自身が罵られたのに不機嫌になって、 安価から離れるのがつらさに我慢していたのを思い切って便所に立った小窓から見える林家の河原に月光は斜めに光って風だけが音なく色なく流れていた彼は思い出して本箱の引き出しから巻きバコの一本入った箱を取って机に戻った悪壁を伝染させたなどとは誹望も甚だしい およそ女に感染させる何の共通魂もなかったではないかそれは宇宙を走る2つの曲線がただ一点で接触したように社会生活とも精神生活とも隔絶した脱却に寄り添っていたのだ彼は一本の巻きタバコが終わってやや興奮が冷めるとニヤニヤ笑い出した電線で思い出した ほくろののたんがあるのだったそれは女がかの奇妙なほくろを発見してから何か月かあとの夏の夜今度は女のそれにあたるところに同じようなほくろを発見したなんだちゃんとあるじゃないかあらそうと目を開いてちっとも知らなかったわところが彼は 自分のほくろが消えてしまっているのに気がついた不思議だよ僕のが亡くなったえと起き上がった女は異常な興味で検査していたが感慨を込めてあんたのが私に移ったんだわ彼は苦笑したでも一概に非科学的と言い切れないものを感じた ホクロは色素の集積であり、これが刺激によって起こるとすれば内臓からと見るのが当然だし、表皮と内臓の密接な関係から考えて、ホクロは人体内部のある秘密を示しているのではあるまいか。確かドイツ人もホクロの発生・消滅について小論文を書いていたと思うし、東洋では古来これを妊娑術に秘伝して、漢の酵素のそれは史上でも名高い。 そうすれば、科学がもう一歩前進したらほくろ判断は骨相学と同一にまで上るかもわからない。で彼の場合には内臓の象徴が女に移ったとはあらがち不当な言い回しでもあるまい。と女が一人上機嫌の間彼はこんなことを考えていた。 12月1日の熱海駅に一番列車が到着した時から探偵は張り込んでいた。彼に残された最後の機会だと思えば、シワスの風など問題でない。インフレの波は、列車ごとに、ともすれば沈着をかきそうな群衆を流し出してくる。旅に出る前に、一度熱海を見物するわ。そう女が話したと聞くや、探偵は、 函館に手配の電報を打ってすぐ熱海に現れてむなしく5日間活躍した今度も1日に男に会って一緒に熱海に来るだろう儚かないと危ぶみつつもこれが唯一の希望になってしまった駅前の喫茶店のストーブに足を温めながら一列車外れるたびに注文し直すコーヒー代も探偵を憂鬱にしていく いつか夕日が山を染め始め広場の人影も桃色にそれが移ろうと急に暗くなった駅は点灯がついたもう構内も見通しがたく改札口を離れることができないまた列車が入ったこの列車の次は終列車よりないのだと諦めに近い興奮に潤みかかった時ああ、 カンンガルーのトランクが。男が下げていたその影にすがった女はモールの手下げを抱えているやり過ごした塔下の下で男のマフラーの間からネクタイのかすりが星のように瞬いた二人は足早に暗い道を町の方へ降りていく辛労しすぎた探偵はつい自我を忘れて焦った 曲がり坂を崖際に来て一層暗くなったことが探偵を不安にした近づいて女のたもとを握ると男に声をかけた「ちょっとあなたのネクタイを拝見したいのですがネクタイを?」男は化そうに問い返すと女を見た「探偵者のものです!」と威圧しようとした隙に 女はパッとたまを振り切って走り出した「こら!」と追う探偵に及ばずと見た女は崖の手すりに身を投げかけて乗り越えようとする「危ない!と」と男も息をのんでトランクを捨てて駆け出した探偵が辛くも襟を掴んで引き戻すと地によろけた女は身を立て直すや狂気のように探偵の胸元にしがみつき 振り向いて走り寄る男をきっと睨んだその目の色にゾッと立ちすくむところを女は浴びせるように「早く鬼が!お逃げ」棒立ちになった男はその姿勢が崩れ落ちる力で反射的に回転するや町の暗闇めがけて一斉に走っていった10分後 海に見える別荘の石垣の間に潜んだ男は雲の切れ間の星を見ていた思考能力を失った頭でしきりとものを考えようと焦っていた彼は疲れた頭を抱えてとうとう書いてしまったと思うあの目あの目で逃げたのだ とその言い訳だけで済ましきれないあるものに駆られここまで書き終えその暗示から覚めた虚脱感で自己嫌悪に陥った小説はいよいよ本筋に入り男がそのネクタイを科学的に検査し推理する伯爵や軍人と葛藤を始めるそれにまた女が絡んで 全てはあまりにもそらぞらしいと思う。歯や面影を伏せた女は微笑まないであろうし、男も顕微鏡を取り出すべくすでに物を言い。とすれば、豆あんかを抱く野うに何の意味があるのだろう。この小説は完結しまい、と彼は硯に蓋をして立ち上がった。寝室に入ろうとふすまに手をかけて、 また思いの残った机に戻ると原稿紙の余白にこんな文句を書きつけた「私は一つのほくろを失った」だが確かに分かっていることはそれは今どこかの街角をさむざむとさまよっているのだ。